前日行われたベルマーレ戦で谷のクリアミスにより大敗してしまったガンバ大阪。ガンバサポーターにとってはこのクリアミスを見てあのシーンを思い浮かべたことでしょう。元ガンバ大阪ゴールキーパー藤ヶ谷陽介氏、ガンバの黄金時代を支えた選手ですが、2012年の鹿島戦で痛恨の空振りクリアミス。このように藤ヶ谷氏のミスをガンバサポーターは名前をもじってガヤルと表現しました。ちなみにこのクリアミスが起きたのは2012年。この年にガンバは降格しています。それだけにショックの大きいミスとなりました。